皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道札幌にあります STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただいております。まあ1週間というのはあっという間だったのが、まあそれよりもやっぱり新型コロナウイルス感染症、まあ肺炎、軽症の方、また症状の出てない方、まあそしてまあもっと肺炎がね進んでしまう、特に高齢者が多いっていうからな、我々も気をつけなくてはいけないなとは思ってますけどね。この1週間よ、とにかく、まあ先週ももちろんそうだけど、政府からの要請でね、いろんな、まあスポーツもそうだし、イベント、まあコンサート、それとか多くの人が集まるような会議、歓送迎会までな、自粛しよう、まああくまでもこれ自粛しようという要請がねあるわけであって、